台湾語、台湾語、台湾語、白ワーザ、または、大語、白ワーザ、福語、ラク語、台湾美南語とは、台湾人口の74.5%以上を和者と、する言語である。台湾の白華人や台湾原住民ら多言語を話す。台湾人の中にも理解し話せる人もいる。台湾語の母語和者はホ苦、ロ浪、または、福、と呼ばれる、台湾語より、 第五と呼ぶ方が一般的である。また、同じ台湾語でも場所により若干の発音や語の違いがある。例を挙げれば、第五のことを高尾近辺では、第一、台北近辺ではと発音するが、その違いは他の言語の方言に比べて大きなものでなく、相互理解に支障をきたすものでもない。標準的な方言とみなされているものは、高尾市とその周辺の高尾方言であり、 教材の多くはこの方言を用いている。台湾語は、福建省南部で話されている、敏南語、バーンダムジー、北紀園から派生し、独自の発展を遂げた変種である。伝統的に、台湾語は中国語という、大きなグループ内の方言とみなされていい。伝統的な分類に従えば、以下のような階層構造で表される。台湾人の祖先は、 17世紀から19世紀にかけて、福建から移住してきた人たちが大半であり、その言葉が基礎になって広まったため、台湾語は語の南部方言である、敏南語に似ている。台湾語の語彙は、交互音形と文語音形とに分けられる。文語音形は中古看護に基づくものであり、10世紀に語にて発達し、台湾へは知識人がもたらしたものである。 この台湾文語恩恵に基づく文語文はかつて公的な場面で用いられたが、現在は一部台湾語読みの聖書、一部古典文芸、仏教典などに残るのみで、ほぼ廃れている。ロイツキやハーバード大学などの研究者による最近の業績は、大育徳や巨極遁、台湾通用言語日本教会会長などの研究者による以前の研究に基づくものである。 音音的には、台湾語は、非常に発達した連続変調規則を持つ、成長言語である。一音節には、頭、子音、母音、抜死音が含まれる。ここでは、国際音声記号のほか、白アーザ、中音符号にて表記する。死因には次のようなものがある。近年では、がに、がに同化する現象が見られる。母音には次のようなものがあり、方式によって、表記に、違いがある。 白和寺の母音王は非延伸語した半狭セマ母音で、曖昧母音、シュワーと類似している。それとは、対照的に、は、延伸語した半広母音で、やや口を開いて、唇をすぼめる。日本統治時代の台湾語がなでは、お、おで、表記されている。加えて、二重母音や三重母音が多くある。例えば、やう。また、母音メートルや NG は単独で、音節となりうる。 ビ音ではない母音と微母音は体をなすことが多い。例えば、A は普通の母音であるが、は、同じ超音位置で発音する微母音である。すべての音節に成長がある。成長は7つある。伝統的に1から8と数字で表され、しか港人などごく一部地域を除く、大部分の地域では、第2世と第6世とは、同じ成長を表す。例えば、音節。 a を成長付きで示すと次のようになる。伝統的な言語分析では、成長を5段階で記述し、成長を表す番号の右の数字は、レベル5が最も高く、レベル1が最も低いことを示す。それを中古看護の成長と結びつけている。下記では、その中古看護の成長名が示されている。また、一例として、参考文献にあるわい。 ベンテイファロチンの現代音韻分析を参照。蒸気の分類に異議を唱えている。第四世と第八世では、バッシオンに HP トンキロの内波音が生じる。バッシオンが P トンキロの場合、その音が微音になることは不可能であり、これらはそれぞれ他の成長の BCE メートル NNG に対応している。そのように、 第四世や第八世でのバッシュ音が H の場合は、その音節が微音になることが可能である。形成は、動詞の行為の拡張や名詞句の終わりなどを示す際に現れる。形成を表記する際は、前の音節とダブルダーシを介して表記することが多い。台湾北部で話される方言では、第四世と第八世の区別がない。 いずれも第四声として発音され、口述する連続変調規則も第四声の規則が適用される。音節は、子音の間に、母音、単母音は二重母音、をは三重母音が必要である。ただし、子音である、メートルや NG も、例外的に母音のように、音節主音として機能する場合がある。すべての子音は五等に生じ得る。死音、P、トン、キロ。 メートル、N, N、NG、H を含める人もいるは、音節末に生じうる。ゆえに、んじゃよ、かゆみ、おかくや THNG、スープなどが可能ある。第二の例では、ビオン、NG が音節主音である。台湾語には非常に多くの連続変調規則がある。発話の際、最後に発音される音節のみがこの規則の適用を受けない。 発話とは何かという問題は、この言語の研究では、熱いトピックである。概略的に言えば、発話は、語、句、短文と考えられうる。下記の連続変調規則の記述は、伝統的な説明方法に則っ,ったものであり、教育上記憶しやすい配列をなしている。影響を受ける音節、つまり、発語の最後の音節以外のすべての成長が、どのように変調するかは、 下記の通りである。台湾語の語彙の出字について概観する。近年の言語研究によれば、わずかの例外、およそ10%から25%を除き、大半の台湾語の語は、他の中国語方言と同形語であるとしている。一方で、同形語であるかどうかよくわからない、漢字形体素による語構成であると、はっきり断定することのできないものも存在す。 例えば、有名なもので、ちっと遊びがある。その中のいくつかは、最近南方のシナ書語の終焉言語グループである対、課題書語、ミャオやオシ語、オーストロアジア語族、オーストロネシア語族などとの対象研究が進み、そうした、非看護系言語の残存であるという指摘もなされている。こうした、看護起源ではない語を、あえて漢字で表記する場合は、意味や、 発音の似た漢字を当てて表記したり、日本における国字のように新たに創作した独自の漢字で表記する場合もある。最近の台湾語文字化運動では、明らかな漢語部分は漢字で、そうでないものはローマ字で、今後を表記する漢羅という表記方法が提唱され、いくつかの出版物も,も出ている。いかに代表的な借用語を表にまとめた、台湾語の語彙には、 日本統治時代に流入した日本語起源の語彙がいくつかある。台湾語では我々を表すのに二通りの代名詞がある。言は包括の一人称複数、聞き手を含むである。これは英語のそれに似ている。レッツゴー、聞き手を含む、で翻訳と、レッドアスゴー、聞き手を含まない、言、で翻訳。包括の、は、丁寧さや、 連帯感を表現する際に使われることがある。感化ひ下げ殺食から勇気のある奴が取って食べてしまう。万有を振るった者が勝つ。を参照のこと。台湾語の文法は中国南部の処法ことに似ており、発火語や関東語と親戚関係にある。語順は普通話のように主語動詞目的語が典型的だが主語目的語動詞や受動体。語順は 目的語主語同士は、不変化詞を伴うと可能である。例えば簡単な文、私は君を抱くを例に取ろう。含まれる語は、語は、が、私、抱え、抱く、リットル、何時、君である。標準的語順の文は、画法何時、私は君を抱っこするとなる。ほぼ同じ意味で異なる語順の文は、我がも何時抱えである。多少、I take you and hold や、 I get to you and hold のような意味が含まれる。そして、何時よ、画法も同じ意味を表すが、受動体で、you allow yourself to be held by me や、you make yourself available for my holding のような意味を含む。これをもとにより複雑な文を作ることができる。我が、とも水よ何時 I give water for you to drink ちゃい、水は、water, リム、は、 2ドリンクの意味。この記事では文法に関してごくわずかしか例を挙げることができない。台湾語の統語論についての言語学の研究は未だに検討を要する学問のトピックである。現在、台湾語の表記における聖書法というものは存在しない。これまで多くの研究者によって様々な台湾語の表記方法が考案、改良されてきたが、 聖書法を定めるにはいいっていない中国語方言権では歴史的に共通語としての文豪が存在し、表記はその文語文が模範とされ、話し言葉としての中国語方言をそのまま表記するということはなかった。原文一致が定着した現在でも表記は普通話し基調の口語文である。これは台湾でも同様であり、台湾語の和者が実生活において台湾語を表記する。 必然性はないのである。台湾語の表記は主に研究、教育の目的で行われ、発音符号としての面が重視されたため、悲観時系体操をどう表記するかという問題よりも、台湾語の発音をいかに正確かつ明瞭に表記するかにいて多く議論されてきた。近年は台湾語の地位向上により、台湾語の文章を意識的に作成するケースが見られ、純粋に 聖書法という観点で、台湾語の表記法を模索する動きも見られるようになった。台湾語を構成する形態素の大半は漢字形態素であり、基本的に台湾語を表記する文字は漢字である。しかし、語彙の項で前述したように、漢字でどう表記すべきかはっきりしない語があり、その場合は発音の似た漢字を借用して、当て字としたり、意味の同じ字を訓読みしたり、 新たに方言字を創作したりしたが、近年はローマ字で表記して漢字とローマ字の混ぜ書きを行う試みもなさっている。台湾語をローマ字でどのように表記するかについてはこれまで様々な方法が考案され、現在でもさらなる改良が進んでいる。台湾語のローマ字表記法の中で最も代表的なのは、ハクアーザ、ペイチ・オーエ、ジー、ポーである、 教会ローマ字とも呼ばれている。白和字は、長老派教会宣教師によって考案され、後に台湾キリスト長老教会によって改良された。この表記法は19世紀後半以降、台湾語の表記に積極的に用いられた。ウィキペディアの台湾語版もこの白和字で表記されている。白和字で用いる伝統的な文字は以下の通りである。 現在は使われていない TS を含めて全部で24種類である。TS は現在の CH のうち、後に母音の愛が立たない場合に用いられていた。これらに加えて、美音を表す上絵枝の N、大文字の N で表記することもあるおよび、成長不号を付記する。白技以外のローマ文字ベースの表記法としては、トルパ通用ピン音。 TMSS なども提唱されたが、現状では、白和寺が優勢で、中華民国教育部も2006年、白和寺に従った台湾語ラテン文字表記法を交付し、教育の場で普及が図られている。ただし、まだまだ白和寺に習熟した教育者が不足していたり、保守的勢力の妨害などもあって、その見通しは、必ずしも明るくはない。帝国時代には、台湾総督府によって、 台湾語の発音をカタカナ、台湾語柄で復帰することが試みられた。そのため、現在も少数意見で、ナ文字を応用する意見もある。また、高さ語族や、本省人の高齢者には日本語を母語とするものも存在する。普通話のために考案された中音符号を拡張して、台湾語の音声を表記できるようにする方法も考案されている。貧乏語は、 RFC3066 において、ZH 民難として登録されている。台湾語は、ZH 民難 TW で表記されている。前述したように、既存の漢字で表記するのが困難な台湾語を任意に創作した漢字で表記することがある。こうした文字はユニコード、およびそれに対応する ISO、IEC1606、国際文字セットには、 収さされていないので、電算処理するときに問題が生じる。白和字の場合は、成長符号を含め、ほとんど問題なく、ユニコードで表記できる。2004年6月以前は、口を広く開ける母音、O、O の右上に点をつけて表現するがエンコードされて、いなかった。回避策として、中点を使うか、組み合わせ文字の上点を使っていた。現在、前者は、 ウィキペディアの台湾語版の表記において使われている。これらは理想からはほど遠いので、1997年から ISO IEC 1646を担当する ISO IEC ワーキンググループに対し、新しい組み合わせ文字上右点をエンコードするよう提案で現在コミューバイニング DOT アバーブライトとして正式に割り当てられている。対応フォントはベイブルストン。 ハンなど、台湾語の表記に必要な拡張中音符号もユニコード3.0でボパモフォーエクステンディットに U プラス 31A0 から U プラス 31B7 としてエンコードされたが、本トの普及はこれからである。大まかに区分すると台湾語には高尾方言、台北方言、中部海岸に典型的に見られる海口、ハイカウ諸方向と北部、 北東沿岸方言、特に、ギラン県のギラン方言、美音が重い台南方言、特に、台南市中心部、元台南省勝市などのバリエーションが存在する。制度化されていないこともあって、今のところ、標準的な台湾語というものは存在しないが、強いて言えば、歴史的に古く、台湾語も、日常的に優勢な高尾方言が、事実上の標準の地位を占めつつある。また、 対等で使われている方言は、音韻体系から言って、白和字に最も近い。台北方言の一部は、第八世がないことと、一部の母音に交換が起こること、例えば、I と、U、E と、おえが特徴である。対中方言は、I と、U の中間の母音があり、これを、で表記することがある。ギラン方言は、母音、NG がウイン、に変化することが特徴である。 台湾語方言のバリエーション。台湾人の大部分は人によってその流暢さに大きな違いがあるものの、北京語と台湾語の両方を使用することができる。そのどちらを用いるかは状況によって異なるが、一般には公式の場では北京語を非公式の場では台湾語を用いている。台湾語は基本的には日常的に台湾すべての地域で話されているが、 北京語が特に、台北のような都市部でより多く用いられているのに対し、台湾語は、地方部、特に南部の地方でより好まれる傾向にある。また、年齢層別に見た場合では、老年層が台湾語を、若年層が北京語をそれぞれより多く用いる傾向にある。七字語は、各校が七ことからなる資格である。また、歌子に、 台湾オペラという台湾語で表現するミュージカルもあり、多くの歴史の物語が台本化されている。補定儀、台湾、人形劇という人形劇もある。補定儀は子供だけではなく大人も見る人形劇として有名で、台湾では日本の文楽のような存在とも言えよう。1970年代にテレビでドラマのように毎日放送され、97%の 視聴率を記録した。国民の加熱を緩和するため放送禁止される事態となった。今もケーブルテレビ専門のチャンネルがあり、毎日1日中放送している。2000年頃に映画、成績伝説も制作され、日本でも日本版が販売されている。また、ポピュラー音楽においても台湾語で歌う曲が多数、制作されているが、 主に中国語の書き言葉を関東語読みで作詞した香港ポップスと異なり、敏南語の口語の言葉と文法で作詞した曲がほとどである。18世紀から19世紀の台湾では戦乱が続き人心は乱れた。政府、中国及び日本に対する放棄に加え、民族同士の戦いも多かった。通常、交戦国は使っている言語ごとに同盟を組んだ。 歴史上、発火後と台湾語を使う民族との間、それらと台湾原住民との間、さらに、先州弁を使う民族と小州弁を使う民族との間の戦いがあった、記されている。その後20世紀になってから、台湾語の概念化は、ほとんどの中国語の、どの編集よりも、大きな物議を醸した。というのも、1949年に台湾に来た。 外省人とすでに台湾にいた大部分の台湾人、本省人の間に明確な差が見られたからである。これら二つのグループ間における政治的、言語的な溝はほとんど埋まったにもかかわらず、台湾語に関する政治的問題は他の中国語の編集にかかる問題よりも大きな議論となり、また微妙な問題となった。台湾語の歴史と標準中国語である、 北方語、北京語、マンダリンとの相互関係は複雑で、常に議論の的になっている。台湾語をどう呼ぶかという呼称すらも議論の対象となっている。一部のものは台湾語という呼称は、北京語、発火語、台湾原住民族語等のその他の言語の存在を過小評価する印象を与えるとして反対している。そういう人たちの多くは、 これを中国福建省で使われる言語の編集だとする観点から、貧乱語、または福建語という故障の方が良いと主張する。しかし、福建省では発火語や小語など異なる言語も存在するので、貧乱語という故障もまた、福建省の多様性を無視するものとなっている。一方で、台湾は中国ではないとする観点から、貧乱語、 復権語という呼称は適切ではないとして、また、台湾の他の言語集団にも配慮して、より中立的な名称として、放浪語、あるいは、台湾放浪語と呼ぶことが増えている。中国国民党政権は、北京間は、北京語国語と呼んで、公用語としていたため、1980年代までは、学校での台湾語使用を禁止、あるいは媒体での台湾語の放送の量を、 制限していた。本省人の若者の間で台湾語よりも国語、北京緩和が支配的になっている理由としては、教育やこれらの国策の影響がある。ただし現在のところ、台湾南部では、まだまだ民間社会のエロ領域、非公式な場においては、台湾語による会話の方が国語より優勢である。教育においては相変わらず国語、北京緩和が支配的だが、 台湾語、発火語、または、原住民族の言語の教育が必要だとの声が、次第に高まってきている。北京語ではなく、台湾語を使うということは、国民党独裁体制への抵抗や台湾独立、運動の一環として始まったが、民主化が定着しつつある現在では、政治と言語のつながりは、かつてほど強くはない。民進党陣営や独立派にとっても、 国民党陣営にとっても台湾の政治において北京語と台湾語の並行使用はすでに当たり前の現実になっているためである。例えば外省人である曹操友は国民党の要職に就いた当初メディアコントロールの責任者、新聞局長を務め台湾語をはじめとする母語の使用を制限していた。 しかし1980年代の民主化以降は反公式的な場で台湾語を積極的に使おうとする最初の外省人、政治家となった。彼を皮切りに母語話者でなく台湾独立に反対する政治家も台湾語を頻繁に使うケースが続々と現れた。逆に台湾本土派の政治家でも現在では公的な場で北京語を用いることも少なくない。例えば、 新水平全中華民国総統は、就任式や外国からの接客といった公的な場では、北京語を用いること多かった。しかし、公的な場面でも選挙戦や民進党関係の集会では、台湾語を多用し、新年の挨拶のような非公式あるいは親密さを表す場では、台湾語をよく用いていた。現在では、外省人の2世、3世でも、母語並みに、 台湾語を操る人も増えている。また、日本統治時代以前から、台湾語が台湾社会で人口で優勢だったこともあって、台湾語を母語としない、八家人の間でも、商売の必要性などから、台湾語が流暢なものも多かった。逆に現在では、放浪人であっても、都市中産層出身だと、台湾語が下手な人も増えている。つまり、台湾語は、 高老人の言語で、北京語は外省人の言語などといった言語とエスニックグループの関連付けも崩れつつある。しかしながら、このように台湾社会の現実では、エスニックグループに関係なく、いろんな言語を混在して使うケースが増えているにも、かかわらず、台湾語と北京語の間の関係については、いまだに政治的な対立点にもなっている。一般的に、 保守的な国民党陣営は国民党一党支配時代以来の北京語を優先する政策を堅持し、北京語は異なるエスニックグループ間の共通言語としての役割を果たすべきだと主張する傾向がある。この陣営はまた国語や公用語は一つであるべきだと考えている。それに対して民進党陣営や台湾独立派は、 台湾語をはじめとしたすべての台湾の言語が同等に尊重されるべきだと主張する傾向が強い。民進党は1986年の成立時点から多言語主義を綱領の中でも主張してきた。事実2000年に民進党が政権を獲得してからは国民党時代の単一国語主義ではなく多言語政策が進められている。 発火語を使う発火テレビや、原住民族諸語も使う原住民族テレビなどが次に成立し、政府の広報 CM でも台湾語や発火語も多用されるようになった。現在では、台湾語だけを台湾の土着言語として重視するのではなく、発火語や原住民族諸語も国語あるいは公用語にすべだという意見が強まっている。民進党政権当時は、 台湾のすべての言語を尊重して、北京語独占を排除する国家言語法制定を推進しているが、保守的な勢力はこれに強く抵抗している。英語では、台湾諸語、台湾イニーズ・ランゲージズという言葉が、台湾島の先住民が使う十数種類のオーストロネシア系言語、台湾諸語及び、タオ語を指すことが時々ある。混同を避けるために。また、 現在の台南市付近に居住し、16世紀にオランダ人と接触を持った。アルファベット表記による白谷語聖書、オランダ語との大役語異臭がオランダで発見されていほか、白谷人によって書かれた白谷語の土地契約書、新刊文書が現代に伝わっている。台湾語という言葉が誤って、北京刊はマンダリン系の言語のことを指して使われることもある。 現在の多くの言語学者が、この北京緩和系の台湾方言のことを、台湾国語と呼んでいるほか、台湾加護という呼び名も、台湾の留学生向け語学教育機関を中心に使われている。台湾加護は、中華民国、台湾の政府の事実上の公式言語であり、台湾人の約8割が流暢に話すことができる。ただ、台湾加護は語彙。 文法及び発音において、中華人民共和国の広市通話とは、幾分異なる。その違いは、イギリス英語とアメリカ英語の違いと、同程度のものである。特に1949年以降に発明されたり、普及したものについては、語彙が異なるとが多い。例、バス、普通話、公共機、台湾、校舎、光ディスク、普通話、光、台湾、光。 差別撤廃の表現として台湾で普及しているまたは台湾特有のすべての言語を包括して台湾語と呼ぶべきだと提唱している人もいるつまりここでの台湾語とは前述した発火語や先住民語などが含まれる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください